は録画下宮浜に打ち上がりし氷の山並みを見て読める、うん、アナ恐ろアナ麗しや重なりし氷は青く火を返しおり氷は青く火を返しおり。ちょうどこんな風に打ち寄せられた、まあ、信じられない光景。こんなの初めて。そうです、こんな初めてですわ。今僕も見に行きましたら、はい、まあ氷が透き通って青っぽくなってなんか光がこっちで届いてるように見えたから、まあ、歌で読んだんですけどね、本当に恐ろしい情景ですよこれ。こんな今まで見たことないですよね。波が起きてって私も見たことないよ。だから湖がちょっとでも空いてるとね、はい、釜穴っていってこうメタンガス湧いてるとこがあったり、はい、まあ湖の中心の方が一番最後に凍りますから、はい、薄氷の場合にこう風が当たって波が出ると氷が全部壊れるでしょ、はい、もう波の力ってもうすっごいですよ。もうどんな大きな氷でもそのままでも波でもって打ち寄せられて大型ダンプが来て氷をね捨てたような、うん、そんなような状況に見えるでしょう。こういう状況って今まで見たことなかったですね。これはすごい恐ろしい力な、なんだろう、豪土星の何年に一度の時とかあるとか。あ、始まる。うん、じゃないですか、筆だって、うん、じゃあよっそれは無理だろ、落ちる瞬間がこあおいほんとドンってやって落としたい感じ。お、ほんとくないか、はい、上がってくる雲を見て逃げる。なんか関東地方今日よく降ってるじゃん。あ、やっと降ってますか、ね、いやいや、そういう風な情報だった。うんうんうん、そういうの感じ。あ、お、ほんとに行くかも。いや、今日あの旦那の湯のばあちゃんがあの南岸低気圧の雪が神雪っていうんだって教えてくれて、ほう、神雪か。いや、ほんと気持ちいい。どん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 落としてたな、どこ。なんだろう、大屋根から、あの左側のところになっちゃったの。あ、見たらいはいはいはい。なるほど。よくそれで屋根壊れませんね。いや、相当重いよ、これ。ねえ。だから屋根に雪が落ちてきて、はい、歩いてたおばあさんが雪に埋もれてね、えそれで僕らすぐ助けに行って、うんうん、でおばあさん、おもしたんだよね、はい、もうおばあさん、ブル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 震えてたので、うん、あの要するにすごいショックだったんで、その雪がね、落ちると結構重いんだよね、重い重い、ね、寒さとその重さで打たれて、雪の中に埋もれちゃって、掘り出して私あの山やるんで、うん、あの山の大分なんだけど、厳冬期の槍ヶ岳とか登ったことあるんですよ、うん、お寒い感じのとか、ね、もしかしたら一気じゃなくてずろずろずろって、あれは一気にドーンとったら面白いんだけど。ひょうきんだあの舌でやって怒ってきて、それに思ったらアホですね。やってみようかな。おおあ、びっくりした。今のあ、跳ねたからじゃないですか。向こうから見たらこっちも危ない感じかもしれないな。こっちはね、タラハックだから、うん、これはもうね、
本当のホテルかな。あ、本当だ。あ、分かる分かる。あ、こうやると分かるんですよ。いいですね。本当に。八代の和の龍神様の本人とてまつりまことの心の一つにおわんまつり様を。ながらもに心を耐えらせず安らせと少しめし腕の痛まい今もいただきの石田にこの上にも上にも様のためのものを交わしめず大神の御様の不義によりて皆大変に感染症の災いを集めたまわずうちは来る技に努め励みでいや進めに進めしめたまいこの守り日の守りに守り恵み導きたまえとかしこみかしこみも申す。